コルトコマンドは、コルト社のアサルトカービンの総称。カーマイナス -15 カービンや XM177、サブマシンガン、M4 カービンなどが含まれる。また、近年では、特に、M4 カービンの重心を、さらに短縮した、コルト M4 コマンドのことを指すこともある。アーマライトより AR、AR-15 の製造権を買い取った、コルト社は、 1965年頃より、従来の AR-15 ライフルを中核として、バリエーション展開し、通常の不評用小銃に狙撃銃や、分体支援火器、カービンなどを加えて、カー -15 武器システムを構築することを計画した。これは、アーマライト社による体型を、コルト車流に再構築するとともに、各種の消火器を、 同一の設計に基づいて統一することで、教育、訓練や補給を効率化する試みであった。このカー -15 武器システムの一環として、車両や航空機の搭乗員向けの自衛用器、そして特殊部隊向けの特殊用途器として開発されたのが、カー -15 カービンである。最初に開発されたのが、モデル605カービンで、これは、単に、 モデル603をもとに重心を切り詰めて15インチとしたのみのものであった。また、モデル605をもとに、さらに重心を短縮するとともに重傷を伸縮式とした、モデル607サブマシンガンも開発された。モデル607は、アメリカ軍特殊部隊によって、 GX5857 の名称で試験、採用され、ベトナム戦争で実戦に投入されたが、超重心のモデル602から流用したフラッシュハイダーでは、消炎効果が不十分であったことから、後により大型のフラッシュハイダーを採用するように変更されている。また、モデル602のデザインをそのままに伸縮可能なように、 しただけのプラスチック製重症では耐久性も不足であった。このことから新設計でより簡素な金属製重症を採用したサブマシンガンへと開発を移行し、これは米軍において XM177 として仮採用されることとなった。ガウ -5A ガウ -5AA カー -15 シリーズの開発当時、ベトナム戦争において、 将校や車両、航空機乗員の自衛用火器、長距離偵察を行う特殊部隊向けの火力として小型軽量のカービン銃の需要が非常に高く、これに適した火器の開発は急務であった。このことから、モデル607の試験運用で判明した問題点を改善したサブマシンガンとして開発されたのが、モデル609及びモデル610で、モデル610は、 直ちに XM177 呼びがうマイナス 5A として仮採用された。また、1966年6月28日、陸軍は2815丁のモデル609を XM177E1 サブマシンガンとして購入し、これらの引き渡しは1967年3月までに完了した。なおこのシリーズには刻印がないモデルがある。 これは、自らが、どの国の兵士かわからなくするためである。蒸気モデルは順次実戦投入され、そこで10インチの重心では、栄光弾が十分に発火できず、夜間戦闘などで弾道が確認できないなどといった、問題が指摘された。回収モデルとして、やや重心を伸ばして11.5インチとした、モデル629及び、モデル649が開発された。 これらは、重心を延長したことによって前モデルより重声と、マズルフラッシュが軽減されたほか、XM148 グレネードランチャーや、ライフルグレネードの使用が可能となっている。1967年4月、陸軍は510丁のモデル629を、南ベトナム軍受援女子部特殊部隊向けに、 購入して、XM177E2 として仮正式採用し、1967年9月までに引き渡しは完了した。また、空軍もこれに紹介性を加えたものを g、g a 5 a a として採用した。ただし、c a 1 5コマンドは、通常の M16 よりも短い重心と、伸縮式重傷の採用に伴い、 必然的に射程と精度は低下し、銃声やマズルフラッシュが大きいなどといった問題があった。この問題は1970年に生産が終了するまで常に指摘され続けた。XM177 シリーズは、米陸軍全体で広く使用されたが、正式採用はされなかった。ベトナム戦争終結後、コルト社は、 カー -15 武器システムというコンセプトを放棄したが、カービンモデルの開発は継続された。これらのカービンは、アメリカ軍の特殊部隊や、法執行機関、海外の顧客で広く使用されたが、1994年に M4 カービンが採用されるまで、米軍に正式採用されなかった。グーマイナス5。 P カービン M4 カービンとマーク18モッド01970年代初頭より、コルト社は M16A1 をベースにして14.5インチ重心を採用したカービンモデルの開発を開始した。14.5インチ重心を使用することで、XM177E2 のように11.5インチ重心を 使用したモデルよりもやや大型とはなったものの M16 向けの標準的な銃剣を装着できるというメリットがあった。これらは重傷が固定式か伸縮式かあるいはボルトフォワードアシストがあるかないかによってモデル651から654の4種類がある。なお、モデル651は固定式重傷ボルトフォワードアシストあり、 モデル6 5には固定式重傷ボルトフォワード、アシストなし。モデル653は伸縮式重傷ボルトフォワードアシストあり。モデル654は伸縮式重傷ボルトフォワード、アシストなしである。このうち、モデル653はアメリカ軍や法執行機関、イスラエル軍やマレーシア軍などの海外顧客に広く使用された。 現在でも、アーマライト社や、パンサーアームズ社、ブッシュマスター社、オリンピックアームズ社が、自社ブランドで製造、販売している。1980年代初頭、アメリカ軍は、不評要所王銃を M16A1 から M16A2 に切り替えることを決定した。M16A2 は、NATO の各国と標準化した新型の5 5 6ト、mm、ル弾に、 対応し、重心が太くなったほか、フルオート射撃に代わって3点バースト射撃を導入するなど、変更点は少なくなかった。このことから、それまで使用されていた M16A1 ベースのカービンとは別に、M16A2 をベースとしたカービンモデルとして開発されたのがモデル723予びモデル725である。米軍は、 特殊部隊向けにモデル723を少数発注した。また、1983年、カナダの旧ディマコは、モデル725を C8 カービンとして、ライセンス生産し、M16A2 の紹介性型である C7 と共に、カナダ軍に配備した。また、アラブ首長国連邦は、M16A2 の太い重心に、 M203 グレネードランチャーを装着できるよう、重心の一部を細くくびれさせたモデルを発注し、このモデル727はアラブ首長国連邦の首都からアブダビカービンと通称された。これらを踏まえてアメリカ軍は1984年より正式カービンの開発要求を行っており、モデル720はその候補として XM4 カービンとして選定された。 そして、1994年に紹介量を加えられたモデル720は M4 カービンとして正式化された。また、キャリングハンドルを着脱式としてレシーバー上にピカティーレールを追加したモデルが開発され、モデル920及びモデル921として生産された。 これらは順次、モデル720に代わって、M4 及び M4A1 として導入された。一方、アメリカ空軍は従来使用してきた、GAU-5A 及び GAU-5A、A を、新型の 5.56mm 弾に適合するように回収した。これは、上部レシーバーを交換し、マーキングを変更したもので、GU-5P と称された。 現在、ブッシュマスター社も M16A に3カービンの名で製造、販売しているほか、アメリカの AR-15 系統製造メーカーも自社ブランドで製造、販売している。このように、M203 グレネードランチャーを装着可能とした14.5インチ重心モデルのカービンに生産の重点が移される一方で、 傾向性を重視した11.5インチ重心モデルの設計、生産も継続された。これらは当初は M16A にコマンドとして販売されていたが、現在では M4 カービンのタイとなる M4 コマンドとして販売されている。M4 コマンドには固定式のキャリングハンドルを使用するモデル733と、 キャリングハンドルを着脱式としてレシーバー上にピカティニーレールを追加したモデル933がある。アメリカ海兵隊武装偵察部隊では M4 コマンドを M9 拳銃の代替として使用しているほか陸軍のデルタフォースでも使用されている。またシールズでも使用されていたが近年では10.3インチ重心を採用した。 より小型のマーク18モッド 0CQB R モデルが使用されるようになっている。ありがとうございます。